はい、皆さん、こんにちは。タクセン2講師の笠松と申します。はい、今回ですね、早くも2025年度、宅建の本試験に向けた、総合本科生 S プラスというですね、こういった講座についてのご案内を今日はしていきたいと思います。特に今回ご覧いただきたいものとして、大きな特徴は、知識ゼロからでも一発で受かりますよっていうのが大きな特徴の講座なんですね。ですので、ぜひ初めて宅建の試験をこれから考えてますよっていう方にね、積極的にご覧いただければなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい。ということで、今回ですね、早速なんですけども、質問もね、受けています。はい。せっかくのこの機会ですので、ぜひね、宅建に関する質問であれば、何でもお寄せいただければなと思っていますので、ちょうど下のところにですね、Q&A っていうアイコンがあるかと思うんですよ。で、その Q&A っていうアイコンをクリックいただいて、ぜひ、匿名でね、質問の方をお寄せいただければなと思います。たまに名前書いちゃう人がいるんですけども、名前書かれてしまいますと、公開ができないんですね。できれば皆さんの質問は公開したいわけです。で、こういうお悩みが来てますということを皆さんと一緒に、ね、共有したいなと思っていますので、お名前をぜひね、書かないように、匿名希望で送っていただければなと思いますのでね、ご協力よろしくお願いします。はい。ということで、まずは今回の宅建の試験の概要ですね。まず敵を知り、踊りを知れば百戦あやかるずなんて言いますので、まずは敵を知りましょうというところからお話をしていきたいと思います。そもそも宅建の試験はどういう試験なのかなというところから説明していきますね。はい。で、まずは、この宅建の試験というのは、不動産関係の資格の、いわゆる登竜門的な、実は資格という位置づけになっています。法律系の国家資格ではあるんですけども、不動産系の資格と思っていただければなと思いますね。で、難易度は結構楽です。はい。だいたい15%から17%ぐらいの合格率があるぞっていう試験になっていて、実は国家試験で15%から17%の合格率というのは結構高い方なんですね。ほとんど1桁っていうのが多い中、2桁以上ね、ちゃんと受かってるぞっていうのが、宅建の試験ということになります。で、試験日なんですけども、例年10月の第3日曜日です。試験日は、例年10月の第3日曜日になります。で、まさに今年、2024年度の本試験が、もう目前に迫ってきていまして、今年の本試験は、10月の20日ですね。来月の20日が試験日ということで、今僕もね、多くの受講生の方を対象にね、授業してるところなんですけども、最後の追い込みの期間ですね、今はちょうど。はい。そんな10月の第3日曜日に試験があるんですけども、問題数がこれ50問のマークシート方式になります。全部で問題数が50問あって、すべてマークシートなんですね。で、これ4択です。4つ選択肢がある中から1つ選んでくださいねということで、マークシート方式の、答えという形になりますから、特に記述の問題は出ません。なので、よく質問いただくんですけども、先生、漢字を覚えた方がいいですかっていう質問いただきますが、全く結構です。はい。あくまで読むことができれば十分なので、書く必要はありませんから、すべてマークシートの受験方式ですよ、ということですね。まあ、この辺もね、結構人気のある理由の一つかなと思います。まあ、宅建の試験ってね、毎年20万人以上受ける、とっても人気のある資格なんですけども、やっぱり受けやすいっていうのが大きな理由なんですね。50問の問題。まあ、これも結構少ない方だし、あとマークシートということもありますし、4択ですしね、結構答えが出しやすいぞっていうのが大きな特徴です。はい。で、そういった50問のマークシート方式で、試験時間は午後の1時から午後の3時の2時間になっています。まあ、これも例年一緒ですね。午後の1時スタートで、午後の3時が終了ということで、2時間の試験と思っていただけたらと思いますね。で、2時間で50問のマークシートの問題を解いていくんだという流れになります。で、合格点なんですけども、例年約7割ですね。なので、35点前後が例年合格点になっているぞって思っていただければ OK ですね。40点になったことは一回もありませんから、そこはご安心ください。大体35点前後、7割で合格点が推移してますよということですね。で、過去一番高かったのは38点という年がありました。ただ、これはちょっとイレギュラーで、令和2年なんですね。で、令和2年って、コロナがちょうど一番ひどかった年なんですよ。ちょうどコロナ初年度っていうのが令和2年度で、で、これがいわゆる38点というね、初めて38点の点数が出たっていう年なんですけども、これは多くの方がね、やっぱりコロナで、まあ、とても大変な生活をされていたということで、どうもね、下駄を履かしたんじゃないかと言われています。結構問題を簡単にしたんじゃないかと言われていて、まあ、実際難易度はかなり低かったんですね。ただその1回だけです。38点というのは。あとはもう大体35点前後で推移してますよっていうのが、例年の宅建の試験の合格点と思っていただけたらと思いますね。はい。で、まあ、勉強の仕方に関しては、後でまたお話をしていきますが、過去問が中心になります。宅建の試験というのはですね、いろんな国家資格、世の中ありますが、宅建ほど過去問から出る国家資格は他にないと言われているぐらいに過去問から問われます。
で、すごい問題になると、一言一句、全く同じ問題が出たりします。なので、この宅建に受かるためには、まず過去問がとっても大事なんだなということを、ぜひね、頭の片隅に置いていただけたらと思います。ほとんどの問題が過去問から問われますんでね、大体8割から9割、過去問から出ると思っていただいて間違いありません。もちろん、ある程度ね、アレンジは加えていますけども、ベースは過去問ですね。で、試験では7割取れば受かるって話をしましたんでね、8割から9割が過去問から出るということは、過去問さえ押さえておけば合格できるんですよっていうのが、宅建の試験の特徴という形になります。で、ちなみに内訳なんですけども、ちょっとホワイトボードに書いて説明していきますね。全部で4科目ありますんで、簡単にご紹介をしていきたいなと思います。はい。まあ、こんな形で、宅建の試験って大きく4科目に分かれていくんですね。で、まず一番上が民法等という科目になります。で、この民法等という科目が毎年合否を分ける科目になりますので、皆さんはまず真っ先にね、この民法等というのをガツッと学習いただけると、他の人からね、大きなアドバンテージを取れるかなと思いますので、この民法等で大きく合否が分かれるんだというところをぜひね、押さえていただけたらと思います。で、この民法等の問題が、50問中の本試験のうち14問問われます。もうこれ数が決まっているんですね。で、続いて2つ目の科目、宅建業法という科目があるんですけども、これ一番簡単な科目です。全部で4科目あるうちで、最も簡単な科目がこの宅建業法という科目なんですね。まあ、過去問にすごく忠実な科目だし、内容もすごいシンプルなので、多くの受験生の方がね、とても大喜びする科目がこの宅建業法という形になります。で、これが問題数も一番多くて、50問中の20問出るんですね。はい。で、この宅建業法は、いわゆる試験の土台になる科目と思ってください。なので、ぜひ皆さんは20点中の最低8割以上、これを目標にしていただければなと思います。はい。あくまでも16点以上ですね。8割ですから。で、十分取れますんで。ほとんど過去問から問われますんで、実際去年の本試験受けた方も、いや先生、20点中満点取れましたとか、19点取れましたとか、そういった方結構多かったんですね。ですから、宅建業法はかなり点数が稼ぎやすい科目になりますんで、逆にここでこけちゃうとなかなか合格は難しいです。いや先生、宅建業法で10点でした、ヘペロってなっちゃうと、これ受かっちゃうことはなかなか難しいということになりますので、おそらく落ちてしまう可能性が高いということになりますね。それぐらいに、この宅建業法っていうのは土台となる科目になりますから、ここである程度高得点を狙うっていうのが、まず大前提と思っていただけたらと思いますね。で、続いて、法令上の制限とその他関連知識なんですけども、これはとっても問題数が少なくて、8問ずつしか出ないです。はい、50点中のそれぞれ8問ずつしか出ませんよっていうのが法令上の制限とその他関連知識っていう科目になります。で、ここは暗記が中心ですね。どちらかというと、法令上の制限もその他関連知識も暗記が中心という形になります。まあ、この法令っていうのは、例えば都市計画法だとか、建築基準法だとか、国土利用計画法というね、ちょっと耳慣れない言葉が出てくるんですけども、そういった法律を抑えていくということで、暗記が中心の科目ということになっていくんですね。で、どちらも8問ずつしか問われませんから、これ勉強としては後回しで結構です。まあ、大体8月以降ぐらいから本格的にやっていただければ十分ですっていうのが法令上の制限とその他関連知識になります。もう理由は単純で、今申し上げた暗記系ですよっていうこと。ですから短期間で抑えることができるんだってことが、まず一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由としては、問題数が少ないことです。たったの8問ずつしか出ないわけですから、後回しにしてもらっても全然問題がないっていうのが二つ目の理由ですね。ですから皆さんは逆に言うと、上の二つの科目、この民法等と宅建業法で、ほぼ7割を占めますから、14問と20問ですからね、ほぼ7割、35点を占めてしまうということになります。34問がありますんでね。ですからこの二科目をまずはきちんと押さえていくんだっていうのが重要です。
で、特に先ほど申し上げた、この民法等で代替合否が決まりますんでね。はい、なので、この民法等、まずはきちんと時間を取って押さえていくっていうのが合格の大きなポイントになっていくんだなということをね、押さえていただけたらと思いますね。はい、これがいわゆる宅建の試験の概要という形になります。はい、で、ここまでお話をした上で、じゃあ実際にタックではどういった授業をしていくのかっていうのをご紹介していきますね。で、ここからは画面を使ってご案内をしていきますので、ちょっと画面の方を切り替えていただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、で、今ご覧いただいているのが、今回お勧めをしている総合本科生 S プラスという講座になります。で、これが実際タックの受講生さんの中でも最も受けていただく方が多いクラスという形になりますね。総合本科生 S プラスということで、タックの中心的なクラスというのが今回のクラスという形になります。で、これは一番手厚いクラスなんですね。まさに初めて宅建を勉強する方にうってつけのクラスというのが総合本科生 S プラスの講座になります。で、特にどこに注目をお願いしたいのかというと、まずはこのオレンジの部分ですね。真ん中の図のオレンジの部分、こちら全て授業になります。なのでかなり授業の内容が充実しているんですね。これが総合本科生 S プラス講座のまず大きな特徴です。きちんと内容をまず理解しないことにはなかなか点数は、ね、取れないと思いますので、がっつり授業をしていきますんでね、このオレンジのところが全て授業という形になりますから、かなりね、手厚く授業をしていくんですよというところをね、押さえていただけたらと思います。で、特に注目をお願いしたいのは、このオレンジの中でも、基本講義っていう部分ですね、上から2つ目です。で、そちら、基本講義っていう部分が全部で26回あるんですけども、これがいわゆる試験の内容ですね、試験の根幹の部分をお話ししていくという授業になります。で、特に内訳ですね。民法等ってあると思うんですけども、そちら回数が一番多くなってるなっていうことにお気づきいただけるんじゃないかなと思います。26回ある授業のうち、民法等が最も多くて11回分ありますね。で、なんで11回分あるのかっていうと、先ほど申し上げたように合否が決まる科目だからですね。この民法等は難易度としては一番高いです。4科目の中では難易度的には一番高くなります。で、しかも暗記が通用しないんですね。この民法等というのは。きちんとこうこうこうだからこうなりますよっていう理解をしていかなければ点が取れない科目なんですよ。ですからどうしてもできる人とそうでない人が分かりやすいんですね。なので合否を決める科目がまさにこの民法等という形になりますので、最も時間を割いてお話をしているんだなって思っていただけるとバッチリですね。宅建業法の方が問題数は多いんですけども、宅建業法は7回しか授業がないんですよ。それは内容が簡単だからです。宅建業法は確かに問題数は一番多いんですけども、内容がとってもシンプルなもんですから、そこまできちんと説明しなくても十分理解がいただけるんですね。で、逆に民法等に関しては、ある程度きちんとお話をしていかないと、なかなか点数が取れないぞという科目になっていますから、ここで最も多くの時間を割いて、きちんと民法等で高得点を取っていただきたいというね、そんな願いが込められていると思っていただけたらと思います。はい。で、こういった授業をしていくぞっていうのが、このオレンジの部分ですね。はい。だと、この総合本科生 S プラスだけにある特徴として、右側のところに黄緑色の欄がありますよね。で、この黄緑色の欄が、いわゆる答練です。アウトプットということで、問題を解いていただく答案練習ですね。これを答練というふうにタックで呼んでいます。で、この答練のうち、特に上から2つ目ですね。過去問答練というのがあるかと思うんですが、これは総合本科生 S プラスの方にしかついていないコースになります。で、これは実際に過去問を解いて解説をしていくっていうクラスです。先ほど、宅建の試験というのは過去問が重要ですという話をしましたね。8割から9割過去問から出ますよという話をしました。で、実は多くの方、今インターネットでね、情報が溢れていますので、過去問が宅建では大事なんだということは意外と皆さん知ってるんですよ。意外と皆さん知ってるんですけども、ただ、その過去問が難しくて解けないですという方が結構巷には多いんですね。過去問が大事だったらよくわかってるんですけども、実際過去問見ても日本語が難しすぎて何言ってるのかわかんなくて解けませんという方が結構多いんです。なので、そういった皆さんのニーズにお答えして、実際に過去問を授業の中で扱うことにしたんですよ。で、ここはこの言葉に注目をしていただくと問題が解きやすいですよとか、この言い方はこういった意味なんですよっていうふうに言葉を噛み砕いてお話をしたりとかいうことで、問題の解き方についてお話をしていくっていうのが過去問答練という話になります。ここの中フレーズに注目をしてもらうと、短期間で問題が解けるぞとか、こういった覚え方をしてもらうと問題が解きやすいですよなんていうお話をしていくのがこの過去問答練というお話になりますので、どうしても試験の問題っていうのは日本語と少し違う言い方を使うんですね。
硬いんですよ、言い方が。なので、何言ってるんだろうっていうのが、最初はなかなか確かにわからない方っていうのもいらっしゃるので、まずはその過去問の見方、で解き方についてお話をしていくっていうのが、この過去問答練です。まあ、宅建の試験は、もう過去問が全てと言ってもいい試験になりますんでね、その過去問をまず見方につけるということで、この過去問答練をとてもお勧めしてますっていうのが、この総合本科生 S クラスの大きな特徴ですね。はい。で、だんだんと、この問題に関しても難易度を上げています。その下のところに基礎答練とか直前ハーフ答練とか直前答練なんて書いてますね。まあ、こんな形で問題も充実しているんですけども、だんだんと難易度を上げています。まあ、基礎答練が一番いわゆる簡単な答練 で、直前ハーフ答練はちょっと応用的な問題、少し難易度を上げています。で、直前答練というのは本試験と同じ難易度の問題と思っていただければなと思いますね。まあ、ちょうどまさに今今年2024年度の受講生の皆さんがやっているのがこの直前答練という形になります。ちょうど明日かな、明後日かな、また僕も授業があるんですけども、この直前答練の授業をしていくという形になりますね。まさに今この時期ということです。一番最後に全国公開模試っていうのがその下、白い枠で書いてあると思うんですけども、これがいわゆる総仕上げの模試と思ってください。全国公開模試ということで、これはタックの受験生でなくても解くことができます。一般の受験生であれば誰でも解くことができますっていうのが全国公開模試です。で、これは本試験の予想模試になります。まさに今年の本試験ではこれが出るだろうということで、タックの講師陣が予想した模試っていうのが全国公開模試です。なので、だいたいこの全国公開模試で取った点数が本試験の点数と一緒でしたっていう方が多いんですね。はい。なので、難易度も本試験と同じに合わせていますので、この全国公開模試をまずは一つの目標として、皆さんもね、頑張っていただきたいなっていうのが一つの目安という形になります。この全国公開模試が一つで大きな合否の分かれ目になっていくかなっていう、そんなところですね。はい。ということで、いわゆるインプット、授業の内容を一番充実させてますっていうのも、この総合本科生 S クラスですし、あとはアウトプットですね。問題についても段階を踏んで、段の難易度を上げて、やっぱり問題に慣れていくぞっていうね、そういったところも充実させてますっていうのが、総合本科生 S クラスの大きな特徴という形になります。はい。で、あとは、右のところですね。先ほど過去問答練については触れましたので、こちらはご覧いただければいいかなと思うんですけども、その下のところ、回すほど強くなる合格サイクルとありますよね。はい。で、これも先ほどと少し内容は重複しますけれども、インプットとアウトプットを繰り返しやっていくんだっていうのが、タックのカリキュラムの大きな特徴です。授業だけ聞いても点は取れませんよね。実際に問題が解けなければ点は取れないわけです。なので、まず授業を聞いていただきます。これがインプットですね。で、その後にすぐにアウトプットっていう形で問題を解いていただくっていう流れをとっています。で、このチェックっていうところがその下にあると思うんですけども、ミニテストっていうのを毎回授業の頭に実施をしているんですよ。で、これは例えば第1回の授業があったときに、授業をまず聞いていただきますね。で、次回、第2回の授業の一番頭に授業をする前です。授業をする前に、第1回の復習テストっていうのがミニテストっていう形になります。はい、必ず前回の授業の復習っていうのを次の授業の頭にやっていくんですよ。まあ、そうすることで、すぐにやった内容が、あ、こういう形で問題になるんだっていうのが頭に入っていきやすいですね。あくまでも本試験の問題が解けなければ意味がないですから、単にインプットだけ、あ、わかったわかったってことで自己満足だけしていただいても、あまりこれはしょうがない、意味がないってことで、まずはすぐに問題で置き換えて、こういった形で出るんですよという形で、ミニテストっていうね、流れを取っていくっていうのが、今回の総合本科生 S プラスのまた大きな一つの特徴という形になっています。はい。なので、インプットとアウトプットを繰り返しやっていくんだということで、だんだんと点数をね、つけていくと。だんだんと実力を上げていくっていうのが、総合本科生 S プラスですよ、と思っていただけたらと思いますね。はい。で、そんなインプットとアウトプットのね、繰り返しのサイクルっていうのを使っていくっていうのが、総合本科生 S プラスという形になるんですが、ちょうど今ですね、スタートダッシュキャンペーンということで、金額が相当お安くなっております。ちょうど図の左側の方をご覧いただきたいと思うんですけれども、はい、今回はですね、19万8000円のところを4万4000円オフの15万4000円ということで、まあ、一番大きな値引き額になっているのがこの時期ですね。一番最初のこのスタートダッシュキャンペーンという形になりますので、僕も今回初めてこのガイダンスをするんですよ。2025年度に向けたガイダンスはこれが初めてなんですね。なので、最も早くから勉強を始めていただいた方にということで、こういった大きな、ね、値引き額がありますので、よろしければぜひね、ご検討いただけたらと思います。
はい、ということで、このページは以上ですね。で、続いて、次のページ、ちょっとめくっていただいてよろしいですかね。はい、ありがとうございます。はい、で、今回は、フォロー制度についてね、ちょっとご案内をしていきたいと思うんですけども、総合本科生 S プラスをお取りいただくと、こういったフォロー制度がついてくるんですよ、ということをね、4つご案内していきたいと思います。はい、で、まず1つ目が、オンラインホームルームというものですね。はい、ちょうどそちらにも書いてありますけども、時期ごとの勉強法を解説する無料講義というふうに書いてますね。例えば、4月はこの勉強をしておくといいですよとか、5月はこの復習をしておくといいですよみたいなお話をしていくっていうのがオンラインホームルームです。まあ、特に、普段教室になかなか来れない方には最適ですね。遠隔地にお住まいの方であったりとか、普段仕事が忙しくて、なかなか教室に来れなくて、先生に質問ができませんよという方には、特に最適なのが、このオンラインホームルームです。で、その場で質問いただけます。で、もちろん、こちらからもすぐお答えします。というふうに、僕の方でこのオンラインホームルームを定期的に実施していきますんでね、今この時期はこういった復習が必要ですよとか、この時期はこの辺まで押さえておければ十分ですよなんてお話を時期ごとにしていきますんでね。で、まさにこの後、2時からオンラインホームルームをやるんですよ。はい、その内部生に向けて、まあ、ちょうど9月なんで、残り試験まであと1ヶ月ですから、追い込みの時期なんですね。なので、この時期はこういうことをするといいですっていう話を、まさにこの後の2時からオンラインホームルームでお話をする予定です。というふうに、毎月大体やっていきますんでね、この時期はこれが大事ですとか、この時期はこことここをやっておきましょうとか、そういった話をしていきます。まあ、特に試験の直前になっていくと、試験当日の注意点であったりとか、あるいは試験を解く順番ですね。こういった内容とかもオンラインフォームでもお話をしていきますので、あ、なるほどなと。そういうところを気をつければいいんだなということで、普段ね、聞けないことっていうのを、このオンラインフォームでもね、聞いていただくことができますので、安心感をね、皆さんに持ってもらうことができるかなと思います。で、しかもかなり多数の方が参加されますので、意外と質問って皆さん一緒だったりするんですよ。あ、なんだ、自分が不安に思ってたことは、他の人も一緒なんだなっていうことで、そういったね、やっぱり連帯意識も生まれますし、安心感も生まれますしっていうことで、結構ね、いろんな相乗効果がこのオンラインホームにもあるんですね。もちろん勉強のスケジュールというのもきちんとここでつけることができるし、あ、なるほど、ここが疑問だったけども、こういうふうに解決すればいいんだなっていうのが分かったりもするし、いろんなね、オンラインホームルームはメリットがあったりするかなと思いますんで、ぜひよかったらね、振るってご参加いただければなと思います。もちろん顔出しとかしていただく必要は全くありませんし、名前とかも全然出す必要はないので、気軽にね、参加もできるっていうのも大きなメリットかなと思いますんで、よかったらぜひね、最大限に利用してみてください。はい、まずこれが一つですね。続いて二つ目なんですけども、これは先ほども少しお話をしたミニテストですね。で、これは毎回授業の頭に実施をしていく簡単なテストになります。一問一答形式のテストっていうことで、ミニテストって呼んでます。まあ、これで前回の内容が一目で一問一答形式っていう問題の形で分かるようになってますね。で、もちろん内容は結構単純です。一問一答形式の問題なんで、難易度は結構単純になっていますから、まあ、ただ、授業で聞いた内容をすぐに問題という形で頭に落とし込むことができますので、勉強のやり方としてはすごくいいんですね。その流れで過去問を解くことができたりしますので、なので、まずはこのミニテストを受けていただいて、より高い点数をね、取るぞっていうのをモチベーションに頑張っていただく人結構たくさんいますので、よかったらぜひね、こちらも有効に活用いただけたらと思います。はい、で、続いて右上ですね、その3とありますが、こちらデジタル教材と書いてあります。今ですね、まあ、インターネットが全盛の時代ということもあって、紙の教材、もちろんお配りをするんですけども、これだけではなく、パソコンから、あるいはスマートフォンから、もしくはタブレットからでも簡単に見ていただくことができますよということで、デジタル教材も同時に用意しています。はい、なので、テキストについてもそうですし、問題集に関してもそうなんですけども、普通にスマートフォン一つあれば、電車の中とか、あるいは移動時間とかにも簡単に見ていただくことができますので、まあ、どうしてもテキストとか重たくなっちゃいますんでね。ですから、気軽に復習ちょっとしたいなとか、ちょっと問題解いてみたいなという方には、このデジタル教材というのもお勧めしたいなと思いますので、よかったら両方、お好きな方を使っていただければなというふうに思いますね。はい。で、最後に4番ですね。ウェブトレーニングというふうに書いておきましたけれども、こちらはトレーニングっていう言葉をね、今回タックでは使っているんで、こちらをご紹介していきたいと思うんですけども、これいわゆる過去問のことです。このトレーニングっていうのはいわゆる過去問、まあ過去問集のことをトレーニングってタックで呼んでいくんですけども、こちらも全部ウェブ上でご覧いただくことができます。はい。なので、答え合わせなんかもね、普通にそのウェブ上でできますので、で、他の方と競い合いながらね、このウェブトレーニングってやっていただくことができますから、ぜひね、隙間時間を使って5分とか10分の空いた時間なんかを使って簡単に過去問を解くことができたりしますので、これも最大限にね、よかったら活用いただきたいと思いますね。
あくまでも机に座って勉強するだけが勉強ではありませんから、むしろ空いた時間をうまく効率的に使っていくぞっていうのが試験では重要です。コツコツとやっていくことが大事になりますんでね、いきなりドバッとやるよりも、短い時間で構わないので、コツコツやっていくっていうのも結構大事になってきますから、こういった短い時間のウェブトレーニングの活用っていうのもね、結構後々効いてきますんで、よかったらこういったものあるんで、活用できると思います。はい、以上4つが、ウェブトレーニングを含めたフォロー制度という形になりますね。はい、で続いて、タックの合格率ですね。これはちょっとご案内しておきたいと思います。まあ、一体どれくらいじゃタックでは合格ができてるのということで、まあ、これ気になる方多いと思いますんでね、一応数字ありますんで、こちらちょっとご覧いただいていいですか。はい、で今回は総合本科生 S プラスのカリキュラムを終了した方ですね、こちらに限定してお話をしていきますが、当連提出率が 70% 以上、きちんと当連を出してくださっていて、なおかつ一番最後の模試ですね、全国公開模試で正答率が 70% 以上の方、まあ、十分これきちんと勉強してくださっていれば 70% が取れると思うんですけども、まあ、そういった方の合格率は 76.3% という形になっています。で先ほど一般的な宅建の試験の合格率が 15% から 17% くらいで、まあ、国家試験としては受かっている方なんですよって話をね、ちらっとしましたね。で、その 15% から 17% っていうのが、いわゆる全受験生。一般の受験生も含めた全受験生の合格率が 15% から 17% です。まあ、それに比べると、このタックの受講生さんの率っていうのはかなり高いですね。4倍以上ありますっていう形になりますんで、あ、なるほど。ということでね、よかったらぜひこの数字も合わせて参考にしていただければなと思います。はい。あと、まあ僕の授業ですね。ウェブで授業を僕担当しているんですけども、やっぱりこういうのって論より証拠かなと思いますから、実際どういう授業をしているのか、本当は分かりやすいのかどうかっていうのは見てもらうのが一番だと思うんですね。なので、僕の授業も無料体験ということでお聞きいただくことできますんでね、よかったらぜひ、あ、こういう授業をするんだな、これだったらついていけそうかな、みたいなことで判断いただくのもいいのかなと思います。やっぱり授業を聞いてみないとね、分かりやすいかどうかって分からないと思いますから、よかったらぜひ、そういった授業もお聞きいただくことできますんでね、ふるってご参加いただけたらと思います。はい。では続いて、開講日についてのご案内ですね。で、今お申し込みいただくと、これ10月の1日から、早期学習スタートキャンペーンということで、僕の民法等のウェブの授業ですね、こちらを先行してウェブでご覧いただくことができます。はい。で、これは、いわゆる今年ですね、2024年度、僕が授業をしたものを収録したものがあるんですけども、その収録した今年の民法等の授業について、先行して皆さんの方にウェブでお届けします。なので、あ、こういう授業をしていくんだなっていうのを無料でね、こちら体験いただけますので、よかったらぜひね、こちら合わせて活用いただければなと思います。なので、2回、この民法等の授業を皆さんには受けていただくことができるということですね。2024年度のこの無料の先行ウェブ授業と、あとは2025年度版の民法の僕の授業ですね。こちらももちろんお受けいただくことができますから、2回分の民法の授業を皆さんには受けていただくことができるという形になります。で、これは相当大きなアドバンテージです。先ほどから申し上げてますように、試験ではこの民法等が合否を分ける科目なんですよ。なので、この民法等でいかにね、点数を取るかっていうのが大きな合格のポイントになりますので、その民法等の授業を2回にわたって皆さんには聞いていただくことができますので、2024年度版と2025年度版と2回にわたってお届けしますので、よりね、万全の体制で試験に臨むことができると思いますので、よかったらこの機会にね、ご検討いただけたらと思います。はい。あとは、その下の方に、教室の講座っていうのがありますよね。まあ、実際にこれ、開講は11月からっていう形になります。で、それぞれ、東京都内ですね、各校舎で開講しておりますので、で、地方になりますと、北海道から九州の方まで、もちろん校舎ありますので、お近くに校舎があるぞっていう方は、無料体験授業もしていますのでね、最初の授業は無料でお聞きいただくことができるぞっていう体験授業もしていますので、よかったらお気軽にね、教室の方にお越しいただければなと思います。はい、ちなみに僕は渋谷校で教室は担当しています。通常ウェブなんですけども、ウェブプラス教室では渋谷校を担当していますので、ちょっと真ん中あたりに書いてますかね。はい、池袋校の隣に渋谷校とありますんで、で、この渋谷校の夜のクラスを僕は担当していますんで、もしね、お近くにお住まいの方、あるいは渋谷校に来やすい環境にある方は、こちらも合わせて検討いただけたらと思います。タック宅建士コード事務局から3つのご案内です。少々お時間をいただければと思います。1つ目のご案内として選べる学習メディアを紹介します。
タックでは皆様がライフスタイルに合わせて学習できるよう多彩な学習メディアを取り揃えています。ご自身にぴったりの学習メディアを選んで学習を始めましょう。まずは教室講座です。教室講座はあらかじめ決められた日時に全国のタック校舎に通学して、他の受講生と一緒の教室講義を受講していただく学習メディアです。特徴は、1、決められた日程にタック校舎に通うため、気持ちを切り替えて学習できる点。2、講義の疑問点は休憩時間や講義終了後に講師に即質問して解決できる点。3、迫力のある講義とライバルがいる環境のため、緊張感とモチベーションが維持できる点。また、教室講座にはウェブ講義フォローが標準装備されていますので、通学スタイルでありながら欠席した回の講義をパソコンやスマートフォンで視聴ができます。ご自宅での学習中でも質問メールがご利用できるので、通学のデメリットを感じることはないはずです。2つ目はビデオブース講座です。ビデオブース講座は1人ずつ区切られた静かなビデオブースで映像学習をしていただくスタイルです。利用日の前日までに予約サイトでタック校舎のビデオブースを予約していただき、当日は受付窓口でレジュメなどの資料を受け取ってからブースで映像講義を受講します。特徴は1、自分の都合に合わせて好きな日程、好きな校舎で受講できる点。校舎は全国のタック校舎を利用できるので、職場近くのタック校舎と自宅近くのタック校舎を使い分けることも可能です。2、映像学習のため、聞き逃したところや繰り返し視聴したいところをリプレイしながら集中して学習できる点。3、1回の受講ごとに配布資料をまとめた講義録がもらえる点。また、ビデオブース講座にもウェブ講義フォローが標準装備されています。視聴していただく映像の内容は、ビデオブースもウェブ講義フォローも同じものですので、校舎で視聴するか、自宅で視聴するかをフレキシブルに選択できます。自宅では勉強しにくいけれど、教室講座のスケジュールには通えない方におすすめです。3つ目はオンラインライブ通信講座です。2025年目標から新登場した受講形態です。生講義を専用サイトスクースイングを使ってリアルタイムでインターネット配信、場所を選ばずに教室講座と同じように事前に組み込まれた日程で受講できるのが特徴です。特徴は他にも、1、教室講座同様、講師や他の受講生の熱狂を感じながら学習できるライブ講義である点、2. その場で講師に質問したり、リアクションボタンで反応したりすることで、講師や受講生とつながることができる点。3. 講義を受ける場所を選ばない受講形態の上、あらかじめ組み込まれた日程に沿って学習を進めることができる点。オンラインライブ通信講座も見逃した講義は収録動画でフォローできます。教室に通いたいけど近くに校舎がない、校舎に通うのが面倒、通信で学習したいけど自分で学習スケジュールを立てるのが苦手という方にぴったりの講座です。この機会にぜひオンラインライブの受講をご検討ください。最後にウェブ通信講座です。受講期間中であればネット環境を利用して24時間好きな場所で講義を視聴できるメディアです。パソコン、スマートフォン、タブレットで映像学習できます。テキストや問題集などの教材はすべてご自宅まで郵送します。講義についてのご質問は質問メールを回数無制限でご利用いただけるので安心です。特徴は、1、専用アプリを使い、あらかじめ講義を端末にダウンロードしておけば、Wi-Fi 環境のない場所でも講義を視聴できる点。2、映像の再生速度を 0.8 から2倍まで7段階で選べる点。例えば2倍の速度を選択すれば150分の講義を75分で視聴できます。3、教材はすべて郵送でお届けします。以上、学習メディアを紹介しました。いかがだったでしょうか？ぜひご自分のライフスタイルにぴったりな学習メディアを選択してください。また、校舎の受付窓口やカスタマーセンターでも学習メディアの選び方についてご相談を受けたまっております。なかなか決められないという方は、ぜひ一度ご相談ください。二つ目のご案内として、タック宅建士講座のフォロー制度をご紹介します。長期間学習していく中で、仕事や学校の都合で今日は教室講義に参加できない、通信講座で学習しているけれど、先生に質問したい、そんな場面が出てくるかと思います。そんな時でも安心して学習を継続していただくため、タックでは多彩なフォロー制度を用意しています。今回はご利用いただけるフォロー制度の一部をご紹介いたします。まずはウェブ講義フォローです。ウェブ講義フォローは教室講座や
ライブ講義で収録された動画を24時間、いつでもどこでもオンラインで視聴できる制度です。次回の講義に出席するまでに、欠席した回の講義をウェブで視聴しておけば、スムーズに教室に復帰できます。講義の復習用としても利用でき、受講期間内であれば同じ講義を何度でも視聴可能です。試験の直前期にご自分の苦手な箇所だけをピックアップして倍速で確認といった方法もおすすめです。続いて、クラス出席振り替えフォローです。クラス振り替え出席フォローは、お申し込みのコースと同じコースであれば、ご自分の登録校舎、クラス以外でも自由に出席ができる制度です。手続きは一切不要です。ご自分のクラスで欠席しても、同じコースでまだ終わっていない別の校舎の日程があれば受講ができます。講義は各回でお話しする分量と内容が決まっており、信徒はどのクラスでも変わりませんのでご安心ください。通信講座の方にはスクーリング制度がございます。オンラインライブ通信講座、ウェブ通信講座の方は、同一コースの教室講座や、講義や当連に無料で参加できます。もちろん手続き不要です。会員証を持って教室にお入りください。続いて質問メールです。タックでお申し込み後、学習に関する質問メールを回数無制限で送ることができます。送っていただいた質問には、講師やスタッフが丁寧に回答いたします。安心して学習を続けるため、質問精度はとても大切です。続いて、デジタル教材をご紹介します。基本テキストなどを何度も使用するテキストは、パソコン、スマホ、タブレットでも閲覧できます。紙の冊子とデジタル教材の2種類を使い分ければ、いつでもどこでも学習できる環境が手に入ります。また、本科生は Web トレーニングもご利用いただけます。パソコン、スマホ、タブレットで場所を問わず過去問を解くことができます。出題される問題は過去問の中での品質度、重要度の高いものばかりです。電車内や休憩中などの隙間時間でぜひ活用してください。その他のフォロー制度として、オンラインホームルームがございます。ズームを使った無料講義、オンラインホームルームを各季節に開催し、講師が時期ごとの勉強法をご説明します。匿名で質問することも可能ですので、講師に直接会う機会が取れない方も、この機会に疑問点を解消してください。さらに、自習室がご利用いただけます。本科生としてお申し込みされた方は、講義のない空き教室を自習室としてご利用になれます。通学通信を問わずにご利用いただけますので、通信講座の方も、勉強の気分転換にタック校舎を訪れてみてはいかがでしょうか。利用可能な時間は各校舎にお尋ねください。タックのフォロー制度、いかがだったでしょうか。ほとんどのフォロー制度は手続きなしでご利用になれるのが特徴です。フォロー制度をまとめた受講ガイドを受講生専用サイト、ウェブスクールに掲載しております。そちらを参照しながらご利用ください。以上、タックのフォロー制度のご紹介でした。